Ladies and gentlemen、 今宵レディアントマイソロジー2をお買い上げの皆様だけにお届けするスペシャルプログラム、司会はおなじみこのコンビ、明けおめ。さあ帰ってまいりました、ビバーテイルズオブ。司会進行はテイルズオブシンフォニアのゼオスワイルダー、そしてテイルズオブジアビスのジェイド・カーティスです。いやー久しぶりですね、ゼロスだな。お前さんとコンビを組んでの仕事は PSP 版テイルズオブデスティニー2の特典以来だから、およそ2年ぶりということになりますか。2年、長かったよな。その間にジアビスはテレビアニメ化までされちまうし、頼りない主人公を支えて多忙な日々を送っていますよ。これはまだ企画段階の話なので内密に願いたいのですが、アニメ版の好評を受けて私とピオニー映画の少年時代を描く、スピンアウトのゲーム企画を一本などという話まで持ち上がっていまして、題してテイルズオブジアビスエピソード0、ジェイドとピオニーの夢冒険。いろんな意味でやばいんじゃねえの。どうでしょうね、困るのはバンナムさんですから私は構わないのですが。うん、うん、あ？すみません、私の紹介まだなんですけど。ああ、失礼。こちらスペシャルアシスタントのカノンノちゃんでーす。さて、無駄話はこのくらいにして、そろそろ本題に。あっさり流しすぎだよ。私は、レディアントマイソロジー2のヒロインなんだけど、むしろ、今回の特典のメインになってもいいんじゃないかなって。あれ？そうだったんですか？そうだったんですかって。いやー、このキービジュアルを見る限り、私とゼロスとリオンの扱いが大きいような印象を受けますが。私が真ん中にいますよ。ああ確かに。ですがこのキービジュアルを目にしたユーザーの視線がどのように動いているかを測定したところ、さらにキャラクター人気投票の結果を見ても、そもそもシリーズ人気キャラクターが50人登場を宣伝文句としているレディアントマイソロジー2ですが、その50人の中にあなたはカウントされているんですか？すみませんがスタッフ、ちょっと確認していただけますか？え、時間がかかる？構いませんよ。物事は正確に把握しておきたいたちですから。どうせ私は添え物ヒロインですよ。キャー、スパータが参戦！絶対買う！とか、ブレゼアが出るなら俺の出番だぜ！とか、話題になるのはそんなことばっかりだし、私はお弁当の隅っこに置いてあるパセリ、腎臓バラン、フライの下に申し訳程度に隠されているスパゲッティのケチャップ、あれなんかそういうものだよ。相変わらず追い詰めるね、この鬼畜メガネは。ゲスト入場、テイルズオブエターニアよりメルディ。テイルズオブデスティニーよりチェルシートーン。こんにちは、ちょっと緊張しちゃいます。テイルズオブジアビスよりナタリア・ルツ・キムラスカ・ランバルディア。ごきげんよう、テレビの前の皆さん、ごきげんよう、ジェイド。そしてテイルズオブベスペリアよりカロル・カペル&ラッピード。ドキドキするけどここで逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。よし行くよ、ラピード。というメンバーでお送りする今回のビバテイルズオブ。すいません、お話の腰折ってしまって申し訳ないんですけど、一ついいですか？喜んで。私たちどういう基準で今回ここに呼び出されたんでしょう。そうだな、メルディたち主人公ってわけでもないし、メインヒロインってわけでもないよ。ちょっと不思議。女性陣に限定すれば関連性も見出せますが。どういうこと？
ロイヤルファミリーという縛りですわ。私は木村須賀王家の娘。メルディのお母様はセレスティアの実質的支配者。そしてチェルシーはファンダリアの王女。ちょっと待って。チェルシーがファンダリアの王女？そんな設定初耳なんですけど。だって、先ほど控室でチェルシーから直接聞きましたわよ。ウッドロー陛下と結婚したって。申し訳ありません、刑事さん。18年間追いかけ続けて、18年間ウッドロー様好みのカボチャパンツを履き続けて、それなのにデスティニー2でお嫁さんになれなくて、私だって夢くらい見てもいいじゃないですか。まあまあ、もカツ丼食え。まあ、丸ごと一本バルナカレー食え。悲しい事件でしたね。真の被害者は彼女だったのかもしれませんね。それにしてもわからないな。チェルシー、メルディ、ナタリア、僕、共通することって。